来たか。来ました。はい。来た来た。ギリギリ間に合いました。なんとか。はい、じゃあ、マイク開けまーす。はい。はい。お聞きいただいたのは、ビギインで、イラ酔いつきの浜でした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、春といえば、サロンパス。なんでよ。なんでよ。違うし。で、その前に、先週の、よく使う方言っていうテーマでやってたんですけど、いつメール来てたんですが、私が気づかず、盛り上がりすぎて気づかずに読めなかったメールがありますので、紹介したいと思います。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、リクカイクーさん、キョンさん、こんばんサッチー。こんばんサッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、よく使う方言。僕は、あがーとか使いますし、いやー何してるとか、にーぶいしてきたとか、ゆくしだろうとか、まるまるさんけーとか、よく使いますね。食べ物なら、冬瓜を渋いと言ったり、青さをあーさとか、にがうりならゴーヤーとかもよく使いますね、ときております。うん。うん。うちなんちだね。うちなんちだね。うちなんちあるあるだね。うちなんちあるあるだね。渋いのおつゆは美味しい。美味しい。うんうん。豚肉入ったら食べれない。はい。なので、うちは鶏です。鶏。鶏なんだ。鶏もも肉がメインです。はい。キャスの方が来てますので、紹介したいと思います。高保さん、お久しぶりです。こんばんは。お久しぶりです。というか、数秒の間でしたがね。高保さん、テーマ、春といえば、東京だと花粉症のシーズンですね。今年は、暖冬のせいか、なんて読むのこれ。暖冬のせいか、いやいや、横になったし。暖冬のせいか、粉末。粉末？あ、粉、あ、なんだ、飛散が。飛散？飛散。飛散が、早まってるそうです。これは、花粉症の私も、悲劇だよね。当たってるよね。うん、悲劇ですね、と来てますね。僕も子供の頃から花粉症だったんですけど。あ、そうなの？うん。道路工事に関わって、もう、ほこりまみれになって、花粉症が治りました。ん？花粉症じゃなくて、あなたの場合、鼻炎よね。鼻炎だ。鼻炎だ。鼻炎だよね。でもよ、なんか強くなる。道路工事してたら？うん。ん？いろいろ、こう、ホコリの中にいると、うん、鼻も強くなる。あ、そうなの？うん。私、で、鼻毛が大きくなる。意味がわからん。鼻毛が多くなる。多くなる？大きくなったらどうするの？今日鼻毛、ビーって鼻毛、取ったさ。うんうん、取ったさってわからん。私、仕事中だし、いないし。そしたらもう、鼻水止まらなくなったさ。うん、鼻水、さらさら。え、お前の番組だろ。お前の勧めで。あなたが。なんで俺鼻水の話しないといけんか。知らんよ、や。お前の番組だろ。お前が勧めで。やってるじゃないか。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。埼玉のごさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。ちょっと、旦那のリクカイクーさんが、ね。何？トイレ行ったら、トイレって、沖縄大好きさんが。行ってきたよ。なんか、改装中で電気もつかんかったよ。わからん。スイッチ、まず、暗いから、スイッチの場所がわからない。あ、そこか。あー。しかも、あれ、トラックがあって。普通、上側がライトで、下が換気扇って多いんですけど、はいはいはい、こちら逆なんですよね。ああ。埼玉の郷さん、何、リクさん怒られているんだよって。ん？怒られてるんだよって。俺、さっきに怒られたことないよ。そうなのね。
確かにね。怒るの俺ばっかりだよ。ん？怒るのは俺ばっかりだろ。あんた怒ったことないだろ。怒ったことあるよ。やさしい。わからん。曲が出てこない。武蔵さん、サッチーさん、陸海空さん、ミキさんのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんはしょい。こんばんはしょい。ラジオ収録生配信お疲れ様です。FM ギノワンでは生放送今月してないので久しぶりの感じがしますと来てますね。うんうん。まあ、一応この番組は収録放送なんですけどね。そうなんです。私の放送は収録放送なんです。生放送今年、今月の一発目はこの後の美女の掟を予定しております。あ、そうなんだ。はい。美女の掟の皆さんは前に確かお会いしたような気がしますね。メールの方が来てますので紹介したいと思います。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。サッチーさん、陸海空さん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、春といえばの前に、実は放送日の2月25日、私、沖縄大好きリスナーデビューして11年、12年目に突入しました。あ、おお、僕より先輩だね。そうなの？うん。俺、ラジオでリスナーデビューがもう10年経ったかなぐらい。あ、そうなんだ。僕より先輩だね。これからもよろしくお願いします。さて、本題ですが、春といえば卒業入学シーズン。その卒業であげると、僕の高校は桜並木が有名で、毎年卒業式には桜が咲いてますよ、と来てますね。まあ、沖縄はね、桜の時期って言ったら1月の半ばぐらいからかな。内地では下から上に上がっていくけど、沖縄は上から下に下がってくるさ。あ、そっか。桜のあれは。うんうん。でも沖縄の桜って、チラチラじゃなくて、ボドンと落ちてくる。あ、うん、ドボって落ちてくる。確かに。うん。あれが。何？漬物とかにしたら美味しいらしい。漬物？へぇ。うん。あ、そうなんですね。漬物なの？落ちた花火をやって、うんうん、なんか漬物みたいに、作り方わかりませんよ。うんうん、なんかやったら美味しいみたいよ。あ、そう？初めて知った。うん。そしたら、乳首も。意味わからん。いろいろピンクになるみたい。意味がわからない。よく知ってー。調子がいいねー。調子がいいね。全部よく知ってよ。よく知かい。桜の花、漬物したらダメだよ。でも桜の花を食べるなんかありますね。なんかありますね。で、上にパーって乗ってた。散らしたりとか、うん。そうそうそう。なんか。まじ、ほんとにやらないでくださいよ。乳首の色がピンクにならないよ。ちょっと信じちゃったなぁ。キャスナハワで埼玉の郷さん。僕は中学生の時代のリスナー、歴も入れたら11年目。はぁ、あ。はぁ、あ。僕より先輩だ。私は、ラジオ投稿を始めたのが、中学校の、うん、2年生。はぁ。うん。15、14、15ぐらい。俺30越してからね。とってあれよ。その当時はメールないから、中学校だから。ポケベルか。うんうん。ポケベルか。ポケベル中3だったな。ポケベルか。だから中3って、ポケベルは。キャンさんわかるから、ポケベル。わかります？ポケベル、僕の同級生とかが、ただでもらってかっていう。あ、あったね。はい。あったね。で、友達が、見てみ、これニュースとかも来るんだぜって、すごい自慢してるさなか、小渕首相が亡くなったっていうニュースを、このポケベルで知りました。おーっと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 。そうなのね。ああ、私、担任の先生の、
誕生日がきっかけで、あれでしたね、あの、ラジオ投稿しましたね。先生おめでとうみたいな感じで。そう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 。聞いてるかわかんないけど、みたいな。担任の先生誕生日おめでとう、みたいな。俺の聞きたいか？何？俺がラジオ投稿する聞きたいか？きっかけ？うん。聞きたいか？うん。結構、はい。結構、はい。教えないんかい？教えないんかい？言うか？なんねん。俺の先輩が、うん。ま、言ったらわかるかな？うん？クワガナ荒木さん。あー、有名リスナーのクワガナさん。うん。うん。この人が、もう、毎日、片耳イヤホンで、ラジオ聞きながら。片耳イヤホン？片耳イヤホンだよ。うんうん、何やってるのかな、この人。って思って。うんうんうん。だ僕も、俺も試しに、ラジオ聞いてみようかな。っていうのがきっかけ？うん。なるほど。私でも、ラジオ投稿は中2だけど、うん、ラジオのリスナーっていうか、ラジオはもうずーっと聞いてるから、うん。ちっちゃい時から。うん。投稿は中2で、あ、でも、ちゃんとした、あれ終わり。あれよ、投稿が始まったのは、テーマ春じゃないばや。高校生の時だよ。ラジオ問題終わり。はいはい。終わっちゃった。ラジオ問題終わり。春だろ。春だよ。あれだよ。だいぶハゲだよ。は春だろ。春だよ、うん。うん。なんか、キャンさんは春といえば何か思いつくのありますか？春といえば、僕はいつも眠くなる時期ですね。え、あったかくなるからとか、あの、一年の疲れが一番こう、なんか来る、うん、はい、瞬間です。わかる気がすると。うん。今日も、ほとんど俺眠ってた。知らんかな。なんかよ、あるわけよ、この時期が。時期はね、確かにあるね。眠くなる、今日眠く。うんうんうん。私、でも春、まあ、年から年中眠いっちゃある、私は。ああ、あんたいつも眠ってるさ。うん。年から年中私は寝てるかな。だから俺がご飯作ってるさ。ん？ん？ ん？ ん？ だから俺がご飯作ってるさ。とって、あれよ、だから俺がご飯作ってるさ。言えてないしよ。言えてないじゃん。あ、頭叩くなし、イヤホン壊れるよや。とって、あれよ、昨日っていうか、収録日の、前日、あ、収録日の前日っていうか、今収録が2月12日に行われてるんですけど、うん、前日の11日、私、怒って私、実はご飯作ったのよ。わじわじして。うん、で？で、チャーハンは作らんかったけど。だから、マンゴー豆腐作ったさ。マンゴー豆腐作った。焼き餃子作ったさ。何作った？焼き餃子作ったさ。うん。で、卵スープ作ったさ。うん。中華スープ作ったさ。中華風卵スープ作ったさ。うん。で、俺酔っ払って眠ったさ。うん。はい、今日。うん、食べたね。どうなってたか？うん？今日はどうなってたか？なんか揚げ餃子に変わってたね。揚げ餃子に変わってたでしょ？うん。で、麻婆豆腐は？麻婆ラーメンに変わってたね。変わってたね。俺が作った方がやっぱり美味しいんだよ。うん。とって食べたかったんでしょ、自分で。あ？ラーメンとか。はぁ。はぁ。そろそろお時間ですか？あと3分ぐらいですね。じゃあまだ大丈夫だね。あ、待てよ。そうだね。三週撮りの今二週目なので、あと一本あるので、先に来週のテーマから行きましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは、フリーです。フリーもいいわよ。なんでよや。フリーもあらんよや。あ、フリーか。フリー。フリーも聞こえた。なんでよ。絶好調。何がよ。絶好調。何がよ。埼玉の郷さんも、リクさん絶好調って来てるよ。イエーイ。埼玉の郷さんが、文化放送リスナーしてました。聞くだけだけど、たまにハガキ送ってましたって来てますね。ああ。
はがき。昔、昔ははがきだからな。はがき、電話。うん。はがきと電話。まあ、メールしかない時代は。ない時代だから。はがきだからな。うん。僕は小学生の頃、ファックスでしたね。あ、はあ。あの、FM 小座の前身、FM チャンプラーに、熱心に、リクエストを送る小学生でした。ほー。はがきはさすがに書かんかったなぁ。俺、自作検診な。あはは、そこね。うん。うん、ぜひ俺が麻痺してるからよ。嘘つけ。嘘つけ。頭が悪いだけだろうって、突っ込めや。突っ込めや。あなたの突っ込みがさ、頭叩いたりするから怖いのよ。あのよ。何よ。嫁はするけど、書けないわけよ。あ、山学校だったからね。うん、山学校だったからね。でうん、いいよ、なんでやねん、やめた。お、わった、夫婦漫談のだろや。いいさ、別に。いいさ、別に。あ？ん？いい？ふ？ふ？言わない？言わない。もう言わない。言わない。そろそろお時間ですかね。締めようかな、そろそろ。はい。ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーと。はい、ミサのキャンプ。陸海空でした。また来週。バイバーイ。うーあらんやん。癖になってるな、これ。めっちゃ癖になってる。なんでね。わからん。なんでね。自然と出てくるわけよ。意味が合うから。シンゴが好きなんだよ。楽しんご。楽しんご。あ、違う？うん、名字まで忘れてるよ。なんでよ。なんとかし。うん、柳沢。ああ、柳沢信号。柳沢か。うん、柳沢信号。ってくるんだ。うん。俺あの人大好きだって。最近見る？テレビで。もう年なんじゃないか。グルメのグルメ旅番組ぐらいに出て終わるぐらいじゃないか。うん、ああ、なるほどね。バラエティーなんでこれくれないぐらい、結構年なんじゃないか。そこまで年にはなってないでしょ。俺が変わってやってあげるよ。何を？ん？何を？って。なんとか権があるさ、特許権みたいな。俺にくれたら俺がやってあげるよ。著作権みたいなのね。じゃあ一度、ツイキャス切ります。めっちゃさ、ごめん。話が止まらなくて。すいません。あと1週分あります。